俺たちは調査中だけど、セナは？散歩か？前にこの近くで警告音が鳴ってさ、それが気になったからもう一度周辺を確認しておこうと来てみたわけ。そうそう、試しにセナもちょっとこっち来てみて。それより先は指定区域外です。引き返してください。これ以上ここにいるのはまずいだろう。一旦戻った方がいいんじゃないか。くそ、やっぱあの辺で鳴るんだよな。バングルをつけたまま区域外に出たらすぐバレるに決まってる。当たり前なこと言ってんなよ。お前はバカか？エバナ君、君はどうしてそういう口の聞き方をするのかな？やりふが何言ってんのかわかんねえな。くそ、言ってえな。それが年下にする態度かよ。年上に敬意を払えない奴に言われたかねえよ。警告音が鳴るってことはプロデューサーには僕たちのことバレバレなんだね。気をつけるよ。ってわけなんだけど、セナ、聞いてたか？使えねえやつ。おい、エバナ、上司に対してその言い方はないだろ。もうちょっとこう、優しい物言いを。はあ？なんで女だからって気を使わないといけないんだよ。お前こそ、そうやって女にいい顔ばっかして恥ずかしくないのか？な、別に俺はそんなつもりじゃ。僕、アイス買いに行っていい？うん、近くに売ってるから。じゃあ、行ってきます。せえな、お前はいいやつだな。セナはちゃんと俺のこと分かってくれてるっていうのに。エバナ、お前というやつは。だったらもっと年上っぽい雰囲気出してみろよ。お前のその態度を許してるのは俺の心が広いおかげだぞ。自分でそういうこと言うか。可愛げがねえな、お前は。
お、いいもん食ってるな。俺にもそれ分けてくれよ。やった、ちょうどなんか食べたかったんだよな。やっぱ年上らしくねえし。やかましい、お前だってついてきたくせに。俺はアイスが食べたくて来たわけじゃ。はあ？お前からのものなんて。ほら、溶けちゃうよ。おい、余計なことする。うん、ハイジ、お前はまたそういうこと。ごめんね、でも溶けちゃうから。素直にうまいって食えばいいだろ。みんなで食うともっとうまいぞ。みんなとか知らねえけど、食い物を無駄にするわけにいかないだろ。アイス美味しいね。そんなに美味しいの？だったら食べてみたい。それじゃ、元の世界に戻ったらみんなで食べに行くか。うん、行こう。行かねえよ。お前は一回否定しないと会話できないのか？ああ、来た来た、早くこっちおいでよ。別に大した話じゃない。ドラマの衣装の変わり方について少し話していただけだ。ドラマ開始時に衣装が勝手に変わっただろ。あれがどういう仕組みなのか知りたいって業務さんが言い出して。だって気になるでしょ。あれってさ、本当に勝手に変わってたの？どこかで着替えたとかじゃなくて？そんな嘘ついてどうする。だいたいあんな短時間でどうやって着替えるっていうんだ。まあね、僕は密かにあれって良一さんの趣味なのかなって思ってたのに。そんなわけないだろう。まあ確かに懐かしくはあったけどな。制服を着たのなんて 4,5 年ぶりか。でも二見さん、案外まんざらでもなさそうでしたよね。あれ
やっぱり趣味？いや、本当に違うからな。揃いも揃って俺をそんな目で見るなよ。完全な誤解だぞ、それは。隠さなくてもいいのに。そういうことならちょっと待っててね。じゃーん、バウンサーに頼んで出してもらったよ。そんなもの一体何に使うんですか？すぐにわかるよ。ってわけで、はい。は？せっかくだし、もう一回来て見せてほしいなってね。断る。なんで？いや、何でも何も、着る理由がないだろう。着る理由？そんなの必要？大人は面倒だな。じゃあそれならさ、勝負しようよ。勝負？それで良一さんが負けたらこれを着るってことで、どう？すぐ決着がつくよ、じゃんけんにしよう。ね、ね。あのな、そんな勝手に。良一さんが勝てばいい話でしょ。はい、じゃあ行くよ。じゃんけん。あ、ま、待て。はい。はい、僕の勝ち。完全に釣られて出してるじゃないですか。出さないと出さないで、業務は不戦勝とか言ってきそうだろう。さすが年長者、僕の性格よくわかってるね。なら勝負は勝負ですから、結果も諦めましょう。そうそう、お前らな。瀬名は俺の味方してくれるよな？瀬名まで。はあ、ここに俺の味方はいないってことか。わかった、着るよ。着ればいいんだろ、着れば。なんだこれ、気持ち悪いくらいにサイズぴったりだな。うんうん、良一さんサイズでよろしくって僕がちゃんとお願いしたからね。まったく、なんでこんなことに。で、これでいいのか？行部、今更笑うとこじゃないだろう。万丈も。何のことですか？俺は笑ったりしてませんけど。そのセリフ、もう一度俺の目を見て言ってみろ。ありがとう。お前は優しいな。そうか。でも俺はお前と同い年だったらよかったのにって思うよ。ああ、そしたら一緒に授業も受けられたし、学校だってそれなりに楽しめたかもしれないしな。でもそれ、二見さんにはもうどうあがいても不可能ですよね。万丈の言う通りだ。ま、同じ場所で学生生活を送ることは難しいが、だからこそ先輩として言えることもある。
お前らは今が一番楽しい時なんだ。だから後悔しないよう、せいぜい学生生活を謳歌しろよ。ああ、こんな素直で可愛い後輩がいるなら用がなくても顔を出したくなる。そう言ってくれるのは嬉しいな。今だって別に頼ってくれていいんだぞ。そういえばそうだな。俺も一緒でいいのか？でもなあ、番長。そんな目で見ないでください。別に俺は反対したりしません。そうか。じゃ、許可も出たみたいだし、お言葉に甘えて俺も楽しませてもらおうかな。それはいいんですけど、二見さん、いつまでその格好でいる気ですか？いや、無理に着せといてそれはないだろう。いっそのこと、ここにいる間ずっとその格好でいれば？頼む、もう勘弁してくれ。なんで俺が縄で縛られなきゃいけないんだ。は？なんで俺が太宰に縛られなきゃいけないんだって言ってるんだよ。ちょっと待て、お前それは言い方が悪いだろ。ああ、さっきのドラマのことですか。エバナ君、人質役で縛られてましたもんね。しかもきつく縛りすぎだ。あとこそついてないが、食い込んで痛かったぞ。俺が喜んで縛ってるとでも思ってんのか。そういう役なんだから仕方ないだろう。まあ確かにハードな内容のドラマが多いな。視聴者の受けを狙ってるんだろうが。23歳なのに制服着させられますしね。そのいじりはもういいだろう。僕は毎回ポイントが2とか3しかもらえないのが不満だな。
それは演技が下手すぎるからでしょう。もっと感情を込めないと。すっごく込めてるつもりだけど。毎回棒読みなんですが。僕は見てて楽しいよ。演じる方はうまくできないけど。ハイジ君はまだ3回しか出演してないからな。これから不満が出てくるかもしれない。そうかな。このまま続けられる気がするけど、みんなと一緒にやるの面白いし。こんなのが面白いとか、感覚がおかしいだろ。そんな言い方しなくてもいいだろ。ハイジは自分の感想を言っただけだ。俺は嫌なんだ。自分の感情に嘘をつくのも、ドラマをやらされるのも。そのうちもっと気に食わない内容のドラマもやらされるに決まってる。それを支持してんのは誰だ。あのうさんくさいディレクターと、この中にいるプロデューサーだろう。またその話か。気持ちはわかるけど、ポイントを貯めて元の世界に返してもらえばいいだけだろ。それはお前の考えだろうが。勝手な意見をこっちにまで押し付けるなよ。押し付けるって、お前な。って感じで不満が溜まってるんだけど、ディレクターさんとしてはこれも計算のうちなのかな。ディレクターにおつなぎします。不満は当然出ると思っております。計算といえば計算のうちですが、モチベーションは損ないたくありませんね。で、その解決方法は？では、少し早いですが、ご褒美を差し上げましょう。こちらは皆さんの現在のポイントです。元の世界へ戻るとなると、もっと貯めていただく必要がありますが。あなた方の頑張りに合わせご褒美を差し上げようと思っています。まずは、そうですね、現在一番ポイントが高いのは50ポイントの万丈友瀬さんですね。あなたのリクエストにお答えしましょう。俺？はい。内容にもよりますが、どんなリクエストでも構いませんよ。どんなリクエストでも、例えばお前の正体を明かせっていうのでもいいのかよ。じゃあ、宿舎に風呂が欲しい。は？そこで、風呂？湯船とシャワーを、脱衣所付きで。できないのか？もちろん構いませんよ。それでは、浴室をご用意いたしましょう。リクエスト受け付けました。蘇生開始します。
設置が完了いたしましたので、後ほどご確認ください。それでは皆さん、このように不定期でご褒美をお渡しするつもりでおりますので、引き続き異世界配信をお楽しみください。なんでよりによって風呂なんだ。他にもいろいろあるだろう。まあ確かに風呂には入りたかったけどさ、疑似入浴処理とかいうのも味気なかったし。他にもやりようあったんじゃとは思うものの、では何かと言われると急には思いつかないんだね。別に俺が入りたかっただけだ。ツンデレかよ。まあいや、それで風呂ってどこなんだ？もうあるってことだよな。ねえ、こっちは？さっきまでなかったドアがありますね。お風呂欲しかった人が確認してみなよ、ひよりちゃん。じゃなくて、ともくんか。風呂だな。すごいですね。本当に一瞬でお風呂ができた。物理法則無視しすぎで頭痛い。もう考えたら負けだろ。よかったね。入りたかったんでしょ？早速入ったらどうだ？誰も覗かないように見張っておくから。待て待て、覗くわけないだろう。俺らを何だと思ってんだ。無視かよ。そこでいいな、僕も一緒に入りたいな。ダメ？本当？あ、じゃあ入る準備しないとね。ちょっと待ってください。なんかダメな気がします。そうですよ、いつもはぐらかして。女性っていう証拠は？おや？つまり君たちは僕にここで脱いで証明しろと？そうとは言ってません。冗談だよ、冗談。しかし意外と太っ腹だね。ご褒美にお風呂も新設しちゃうなんて。もっとすごい願いも叶えてくれるのかな。じゃあ僕は何にしようかな。今から考えて分かった。こんなことくらいでごまかされるかよ。じゃあどうしたいの？こっちこそ聞きたい。お前はどうしたいんだ？異世界配信が楽しいんだろ？ずっとこの世界にいたいのか？お前の口ぶりはまるでディレクターかプロデューサーみたいだな。
この間の夕飯では少し歩み寄ったかと思ったが、相変わらずだなあいつは。気にすんなよハイジ、虫の居所が悪かったみたいだし、誰でもいいから文句言いたかっただけだろ。どちらにせよ、向こうはちゃんと願い事を叶えるつもりはあるってことだ。それだけでも気分は違うかな。まあ、そうですね。ポイントを貯めたら元の世界へ戻してくれるっていうのは嘘じゃないんでしょう。ほら、瀬名君は気にせずお風呂に入っておいでよ。ついて行ったりはしないから。ちゃんと見張っておくから。受け付けました。お風呂でごまかせると思われるのは尺だね。時は金なりというのに、いつまで僕らは軟禁されるのやら。でもとりあえずは前向きに考えるしかないですね。今のところ脱出方法もわからないし。そうだな、気力を失うのが一番良くない。異世界配信に出てポイントを貯めればいずれ帰れるんだろう。簡単なことだ。でもそれがいつになるかはわからないよね。ディレクターたちが約束を守るとは限らないし。でも彼らは基本的にフェアだよね。自分たちが言ったことは守るし、僕らは結構自由に行動できてるじゃん。勝手に連れてこられて、おかしな世界に閉じ込められているのに、フェアだとは思えないな。彼らが決めたルール内での公平さだね。決められたルールを守ってくれるならとりあえずはいいかな。それにしても、ケイちゃん、さっきからずっと料理してない？バウンサーに頼んで、あれこれ食材を用意してた。カレーの材料だろ。
レーってそんなに材料いるの？さあ、俺に聞くなよ。料理はよくわからん。料理なんて動画見ればすぐできるでしょ。自信満々だな。普段から作ってるのか？なわけないじゃん。料理するくらいならインスタント食べるよ。インスタントでもいいが、野菜も取れよ。麺類ならネギを刻んで入れたり、真空パックの野菜を使ったり。え、何？主婦？俺は普段から自炊してるからな。何の話してるの？二見お母さんが栄養バランスについて指導を入れていたところ。やめろ。お母さんならもっと適任がいるだろ。まさか、あいつ？エヴァナは冗談が通じないからな。アクションって大丈夫か、ハイジ？多分。いろんなドラマがあるんだね。幅があるのはありがたいけど。なんかセリフが難しい。難しい？どういう意味だ？あ、もう始まるから行ってきます。まさしく瞬間移動って感じだよね。さて、二人のドラマはどんなドラマになるのかな？ここまで来れば大丈夫だろう。怪我してないか？はい、大丈夫です。ちょっと来ましたけど。お、おう。あなたは今の人を知ってるんですか？僕は急に言われて何がなんだか。確証があるわけじゃないが、おそらくは知っている。でもあんたも狙われた理由はあると思うぜ。理由？
あ、勝手に触らないでください。田辺康太、父親の名前は？田辺啓太。それだな、物理学者田辺啓太の息子。あんたの父親は今頃 RAAL にかくまわれているはずだ。息子のあんたもこれから保護するつもりだったんだろうが、一歩遅かったってとこか。しかし結局俺もこうやって RAAL に関わることになるのか。くそ。あのね、台本のこの漢字読めないんだけど。え？とにかく RAAL へ行こう。そこへ行けば安全なはずだ。そうなんだけど、この次の文章も読めないんだよね。ひらがなで書いてほしいな。あっ！敵なんとかし、もしお前が田辺啓太の着手じゃなくても、あいつらには関係ないだろうな。だから黙って俺についてこい。ほら、いいから。わかった。難しいというのは、漢字が読めなくて難しいという意味だったんだね。今までの台本は適当にごまかしてたんだけど、今回は読めない漢字ばかりだったんだよね。来たぞ、今回の苦労人が。ハイジ、お前な、あのくらいの漢字読めるようにしておけよ。出ないと今後困るぞ。かくまうや着手はともかく、驚くとか襲うはそう難しい漢字でもないだろう。そんな感じ習ったっけ？覚えてないな。習ってない？習ってないってことはないだろう。これくらいは小学校や中学校で。ちょっと待って、ハジ君、君の年齢はまだ聞いてなかったよね。いくつなの？僕は12歳だよ。え？はあ？12って小学生ってことか。
ここがどこかもわからないんじゃ。通信設備が必要だな。この建物は宿舎って言ってたね。そっか、確かにどっちでもいいね。僕はハイジ匠、学校は宇都第一だけど。宇都第一？聞いたことないな。だと思った。僕もみんなの学校のこと知らないしね。だから次の人どうぞ。てか小学生って顔かよ。顔というか背というか、どう見ても小学生に見えないぞ。ずいぶんでかい小学生もいたもんだな。ハイジ君、こっち来て。納得いかないな。君本当に小学生なの？そうだけど変？変というかなんというか。そういうことなら最初から言えよ。そうと分かっていればフォローしたのに。どうかしたんですか？ハイジ君が12歳だという事実が発覚してみんなで驚いていたところだ。12歳？そうだったんですか。そうは見えませんね。そうなんだ。じゃあお姉ちゃんって呼び方がぴったりだね。何？セナお姉ちゃん出たな、日和の癖が。癖？年下と見れば全員妹弟扱いして嫌がられるまで世話を焼く。なるほど。してた。腹は減ってないか眠くないかとかまで聞く癖は未だに抜けてないだろう。眠くないよ。弟？妹？
そりゃ癖もつくよな。確かに瀬名さんはお姉さんの雰囲気がありますね。なるほど。僕らはもう少しお互いを知る必要がありそうだね。おい、エバナ君。何ですか？カレーならまだできてませんよ。今煮込みに入ってたよね。それなら少し話そうよ。お互いについてさ。お互い？共同生活をして、おまけに協力してドラマを演じなければいけない。それって結構大変なことだよね。お互いをある程度理解していないと、どこまで踏み込んでいいか、あるいは踏み込むべきでないかもわからない。だから僕らはお互いの特性や趣味なんかについてもっと知っておくべきだと思うよ。もっと知っておくべきって、それなら先に自分の性別をな。ああ、結局どちらなのか未だに謎だからな。まあなんというか、彼女、いや彼、あの人なりの冗談なんだろ。ちなみに僕の趣味はアーチェリーで、カクテル作りなんかもたまにやってる。好きな食べ物は梨とリンゴ。なんすかそのセレブ感のあるプロフィール。俺はそうだな、強いて言えば朝のジョギングが趣味かな。あ、サッカーも割と好き。見る戦だけど。長期戦覚悟で親睦を深めるってことか。まあ致し方ないか。俺は前も言った通り美術の専門に通ってる。やってるのはもっぱら立体造形だな。シルバークラフトは特に好きだし、リクエストがあれば作るから言ってくれ。作るってここでですか？ああ、それくらいの材料なら監視者に頼めば出してくれるんだ。その点は助かってるかな。そういうところは太っ腹なんですね。俺にもそういう趣味があれば多少は我慢できたのか。俺は特にこれといった趣味も特技もないし、好きなものや嫌いなものも別に。朝グラタンを食べながら、グラタンうまいって泣いてた。いや、泣いてはいないだろ。好物なのは事実だから。でも人参は残してたな。興味ないふりして細かく見すぎだろお前ら。なんで俺がこいつの好みに合わせなきゃいけないんだ。せな、頼む。じゃあ僕の趣味も話しておくかな。僕の趣味は業務の趣味やゲームだろう。聞かなくてもわかる。いつもゲームしてますもんね。まあそうなんだけど、ゲームといってもいろいろあるからさ。僕が一番好きなのはアナログゲーム。カードゲームとかテーブルの上でボードを広げてっていうあれね。機械とか PC 関係も割と得意かな。ああ、ちなみに
人っ子だよ。そんな気はした。自由すぎるもんな。うん、偏見を感じる。じゃあ僕も一応、人に誇れるような特技や趣味はありませんが、サボテンを集めるのは好きです。料理はあまり得意じゃないので、できれば皆さんにお任せしたいところです。だってさ、エバナ君、まずい料理を食わされるよりは自分で作った方がマシなのは間違いないが、ケイちゃんはなんで料理が得意なの？珍しいよね、男子高校生で料理が得意って。別に何でもいいだろう。俺もセナと同じで家族に作ってただけだ。何でもいいだろって言いながらちゃんと答えてくれるツンデレ。お前飯抜きな。ああ、じゃあ日和ちゃんに作ってもらおうっと。地上でこっちに迷惑かけないでもらえますか。別に趣味じゃねえし、強いて言えばゲームが好きだが、こいつと一緒にはされたくない。そうだったの？それなら一緒にやろうよ。コンピューターゲームでもいいよ。絶対嫌だ。なんで反応したんだ。喜んでるように見える。僕らは彼らに監視されてるのに、可愛くて好きとはなかなかの大物だね。もともとそういう性格なんです。のんきというか応用というか、わざとじゃありません。そうだろうとは思ってるよ。それで万丈君はどうなのかな。瀬名君のナイトのようだけど。幼なじみです。俺は特に皆さんと仲良くするつもりもありませんが。でもこいつがうるさいので、表面上はそれなりに付き合いますし、演劇部なのでドラマはちゃんとやります。セナのフォローはするくせに、自分のフォローは全部シャットアウトするのな。こいつが裏切り者だと疑われるのは嫌なので、俺自身はどうでもいいですけど。クールだな。ハイジは言っておきたいこととかはねえの？言っておきたいこと、そうだな、何かないのか？趣味とか特技とか。趣味、特技、まだ小学生だからね、自己アピールは難しいかもしれない。ああ、僕飼育員だよ。学校でウサギ飼ってる。飼育員？
懐かしい響きだな。何年前だっけね。まだあるんだな、その風習。これは僕も参加した方がいいんでしょうか。なんだ、こんなところにいたのか。そうか、俺も隣いいか。気持ちがいいな、ここは。もしここを気に入ってずっといてもいいって思うなら、俺は。おい、お前らここにいたんだな。いいもの持ってきてやったぞ。そうそう、美味しそうだったからみんなで食べようと思って持ってきたんだ。と言ってもたまたま見つけただけだけどな。ちなみに紅茶もある。だろ。じゃ早速準備して食べようぜ。台所にあった。いいか、セナ。自分のものにはちゃんと名前を書いておかないとだぞ。そうだ。大人数は戦争だからな。お二人には兄弟が多いんですか？いや、俺は一人。それより赤瀬さん、さっきからこいつに対してちょっと慣れ慣れしくないですか？え、そうか？そうです。慣れ慣れしいですし、必要以上に構いすぎです。これうまいな。セナも食べてみるか。そう言われてもな、俺は普通にしてるつもりだし、バンジョーが気にしすぎなだけじゃね。何言ってるんですか。気にするのは当然でしょう。もしかしたら赤瀬さんがこいつを懐柔して何かするつもりなのかもしれないのに。
何かって。ものすごい警戒心だな。得体の知れない奴らの中に幼馴染が放り込まれてるんです。警戒して当然でしょう。ったく、なんつうかあれだな。万丈、お前は強力なホームセキュリティか。別にそう思ってくれていいです。俺はこいつのことを守りたいだけなんで。そらいい心がけだけどさ、なんで俺の周りの年下はみんなしてこんな態度なんだ。威厳がないからじゃないか。お前こういう時だけ口を出すのな。だよな。まあ誰のやつかはわからないけど。まあその時はちゃんと俺が謝ってやるから心配すんな。それより最後の一個はセナーに。ほい。赤瀬さん、強引に口に突っ込まないでください。そういうのが慣れ慣れしいと言うんです。でもこういうのは普通女子に譲るもんだろ。そういう問題じゃない。俺はやり方がおかしいと言ってるんです。だな。今の行動に関しては俺も万丈と同意見だ。いえ、何がまずかったんだ。しかしこのドーナツマジでうまかったけど売り物か。誰かの手作りだったとか。菓子類を作りそうなやつなんてこいつぐらいしかいないと思いますけど。じゃあ一体誰が作ったんだ。案外エバナとかだったりしてな。料理するの好きみたいだし。それはないだろう。だって妙に可愛かったぞ。動物の顔まで書いてあるのもあったな。だろ。だからそんな可愛いのあのエバナが作るわけないって。それじゃ結局誰が作ったんだろうな。ま、誰だっていいです。なんだかんだでこいつも楽しそうにしてたんで。それもそうか。それじゃどこの誰だかわからない人、ごちそうさまでした。君たち同じ学校なんだろ。もう少し仲良くはできないのかい。僕はいつでも仲良くする気があるよね、ケイちゃん。黙れ、俺は死んでも無理だ。断固拒否する。ああ、セナ君、実は行部君がリビングを派手に散らかしていてね。それでエバナ君に早く片付けろって怒られているところだよ。
出したらしまう、散らかしたら片付ける。当たり前のことがなんでできないんだ。もうお母さんはうるさいな。誰がお母さんだ。片付けたってどうせまた出すんだから、別にそのままでいいと思うんだけどな。幼稚園児みたいなへりくつ言ってんじゃねえよ。お前はいくつだ。ケイちゃんと同い年です。そうだよ、ほらネクタイが君と同じでしょ。それは秘密。知るわけがないし、知りたくもない。ちょっとした秘密があった方がミステリアスでかっこいいでしょ。君たちのやりとりは微笑ましくていいね。見ているだけで懐かしい気持ちになるよ。あ、それは僕も気になるな。聞いてもあまり面白くないと思うよ。僕は何の変哲もない普通の学生だったし。イオチさんっていかにも頭いいですって顔してるけど、やっぱり成績良かったの？悪くはなかったかな。僕も原告が嫌い。登場人物のことならまだしも、筆者の考えてること抜き出すとか無理でしょう。お前に人の気持ちなんてわかるわけないもんな。にゃあ、それはちょっと言い過ぎなんじゃない。現に俺の気持ちを完全に無視してるだろうが。大体勉強なんてコツコツやってれば自然とできるようになるだろう。ケイちゃんは勉強ができるメガネだった。お前一回はっ倒すぞ。なんでお前にそんなことを教えてやらないとならないんだ。人に言えないような教科が得意なんだよ。は？ほらあれだよあれ。ほけんだいいく。速やかに死ね。違う。特に得意科目とかはない。どの教科も平均的にやってるからな。だから答える義理はないって言ってるだろ。それじゃあやっぱり保健体育？違うって言ってんだろ。世界史だよ。そっかそっか、ケイちゃんは世界史が好きなんだね。うっつれ。
何はともあれ、君たちは今しかできないことを大切にするんだよ。後悔がないようにね。あまり難しく考えることはないよ。そのために学校に行ったり、友達を作ったりしているんだから。何はともあれ、一番は勉学に勤しみたまえ、学生諸君。ここは異世界ですよ。ふん。こんにちは。アイスをどうぞ。はい、もちろん見てますよ。そうだったんですか。楽しみにしてます。頑張ってください。はい、面白いです。そうなんですね。頑張ってください。
こちらはアドバイスです。異世界人に直接接触することはあまりおすすめできません。推奨できないということです。強制ではありません。あなたの精神に影響が出る可能性があるからです。セナ、ここで何やってんだ。異世界人と。すごいな、お前は。肝が据わってるというか、そのポジティブさは見習うべきだな。だろうな。俺もそうだったし。ここじゃなんだから、宿舎に戻って話さないか。よし、リビングでお茶でも飲みながら話そう。彼らは定められたことしか喋れない。俺はそんな風に感じたな。監視者の彼らと同じように。機械か。なるほど。機械が自分から進んでドラマを見るって、なんか面白い絵面だな。あんたは相手が異世界人という異物でも理解しようと努力してるのか。女の子らしい優しさなのかな。機械なら機械でいいと俺は思ってたけど、あんたはそうじゃないみたいだ。素直だな。あ、じゃあこれは知ってるか。バングルから過去の配信が見られるんだ。ここに動画がまとまってる。試しに一つ見てみるか。ポイントが欲しいなら参考になるはずだ。どれがいいかな。サスペンスか。昼間に見るものでもないな。じゃあこっちので。
別のドラマの方がいいか。そうだろうな。ディレクターもそのようなことを言っていたし、キャストはやけにビクついてる。これじゃポイントもほとんど入らないだろうに。まあ演技なんて難しいよな。簡単にできたら俳優の立場がない。そうだな、素人を選んでるのも何か意味があるのか。ちょっと待った。今のところ少し戻してもらえるか。悪い。気安く女の子の手を握るもんじゃないよな。いや、配慮が足りなかった。気をつけるよ。俺の顔に何かついてるか。この時別のキャストがドラマに参加してるよな。この時のテロップを見てくれ。キャスト名もセリフも書かれてない。だからその名の通り飛び入りでドラマに参加してるんじゃないか、このキャストは。1話分余計に出演することでよりポイントを稼げるとかかな。だろうな。でもこういうふうに俺たちの知らないルールが他にもあるのかもしれない。その辺を探りながらポイントを稼ぐのがドラマをこなしていくコツなのかもしれないな。
珍しいキャスティングだな。伊予地さんは男性役で設定されてるのか。偶然なのか本当にそうなのかは謎だが、とりあえず頑張れよ。ここで見てるから。いや、相手役が僕ですまないね。恋愛もののドラマは初めてだから、うまくできるかどうか。そう、だとしても気にしないで。年上の僕がリードしよう。今の僕は男性だそうだからね。それとも君は、僕を女だと思った方が緊張せずにできるのかな。どっちでもいいよ、緊張しない方で。じゃあよろしくね。君はひどい子だな。俺は君の告白を聞いて本気で悩んでいたのに、全部嘘だったなんて。人の気持ちをもてあそぶなら、もてあそばれる覚悟もしておくべきだ。待てよ、君は俺を利用した。それなら俺も君を利用していい。そうだ、俺も君の都合なんて知らん。そうだな、あと3ヶ月俺と付き合ってもらおうかな。君の都合は知らないと言ったな。忘れたのか、俺は君の秘密を知っているのか。最愛と言っていいのかどうかわからないが、俺は君みたいな強気な子は嫌いじゃないんだ。だから君、遠慮なく俺のことを好きになってくれ。自信があるな。俺の目には目をそらしたまま説得力がないぞ。
いい顔だな。君、絶対俺を好きになる。君の方から手をつないで。その気持ち悪い男と君は付き合うふりをしてたんだ。なかなか勇気があるな。了解。また明日。おかえり。どうした？まだ照れがあるからじゃないか。思い切って演じた方がいい。自分を捨ててさ。万丈とはキスしてたのに。あんたがそう言うなら忘れてもいいが、これからまたそういうドラマがあるかもしれないぞ。キスだけで済めばいいが、もっと。すごい内容の指示が出てくるかもな。さっき手を握った時の反応やドラマの雰囲気を見て思ったんだが、少しは慣れておいた方がいいんじゃないか。瀬名は彼氏とかいるの？やっぱりだと思った。不慣れなんだなと。と、悪い。そこまで困らせるつもりはなかった。慣れといた方がいいってのは本心だけど、あんたが緊張してるようだから、ちょっとからかって緊張をほぐせればと思ったんだが、逆効果だったな。あれ？サリナ君が浮気してる。イオチさん、このタイミングはもしかして狙ってました？何のことかな。それより年下の女の子をからかっちゃダメだよ。二見か、彼女は特にうぶそうだし。からかってはいませんよ。うぶだからこそドラマに向けて慣れた方がいいのかなと思ってたところです。そう？でもそれは彼女次第じゃない？そう言いながら
ずいぶん近くに座るんですね。僕も慣れておきたいんだよね。女性を口説くことなんてなかなかないから。男性なら口説くんですか？意地悪な質問だな。正直この場で口説くなら二見くんより瀬名くんがいいね。かわされたな。でも俺も口説くなら伊予地さんより瀬名がいいですね。いいじゃないか。俺のことを好きになっていいって言っただろ。そうか、俺は太宰以外とも瀬名を取り合わなきゃいけないんだな。何やってんだあんたら。瀬名が潰れそうじゃないですか。めちゃくちゃ切実なやつじゃん。ほらほら離れて離れて。いい大人がふざけちゃダメっすよ。こんな時だからこそこうやって冗談も言い合わないとね。そうそう、ギスギスしながらやる方がしんどいだろ。大人の言い訳はずるいな。まあでも仲良くした方がいいってのは俺も同意ですね。いやそれは違うけど。前も言ったけど、元の世界に戻るには俺たちが協力し合わないといけないと思います。10人の中にプロデューサーが紛れ込んでるかもってのはあまり考えたくはないし、だから本当にプロデューサーがいたとしてもいっそこっちに引き込めばいいかななんて。引き込む？俺たちの仲間にすればいいってことです。元の世界に帰れるようにプロデューサーにも協力してもらう。それでいいんじゃないかと思うんすよ。誰がプロデューサーか分かんないくらい馴染んじゃってるわけだし、今の時点で。まあ確かにね。逆にってことか。その発想はなかったな。てわけでご協力お願いします。年上のあんたらの言うことならみんなも聞くかもしんないしさ。赤瀬は都合よく年上を使ってる感があるな。できる限りのことはするつもりだよ。これまでもこれからもね。よろしく赤瀬くん、二見くん、瀬名くん。今なんで貯めたんすか？なんでかな。強い思いを込めてみたよ。自然と握ってたよ。あなたも謎の多い人ですね、本当に。